自分たちで行う国づくり賛成と松田学です今回はですね、外国資本による日本企業合併および買収に関する質問収書これ実はですね、なかなか面白い論い論争になったんでですね、少しこの質問収書を即してきちんとご紹介したいと思ってまして、まずあの政府はですね、外国資本が日本に投資する。 いわゆる対日直接投資っていうんですがね、これをずっと推進してきたんですね、えー。令和3年度には政策目標を掲げましてね、令和12年に対日直接投資残高を80兆円にするっていう倍増目標、倍増しようと。そして令和4年度にはですね、日本企業の外資の出資受け入れ、事業売却といったことを検討するガイダンスを作成したりしてですね、対日 M&A、M&A の活用を促進してきました。 また、の、令和5年4月にですね、海外のファンドによる日本企業の買収例を取り上げているですね、対日 M&A 活用に関する事例集を発表しているんですね。政府はこの事例集を海外資本を活用してですよ、企業改革とかですね、経営の改善とか飛躍的成長につなげた日本企業のケーススタディと紹介している。つまりですね、 これは日本企業を買って買収するとこんなに成長した素晴らしい事例だっていうことをあえてリストにして発表しているわけです。で、これ実態的に見ると政府自らが日本の身売り、身売りを促進しているようなもんじゃないかというのが我々の問題意識なんですね。日本企業買収の最大の課題というのはですね、外資系に変わった日本企業が生み出す付加価値の全てが外国のものになることなんです。まあ賃金は払われます。これだけ日本に残って後の付加価値は海外のものになってしまうと。 いうことなんですね。つまり税引き後の利益は全て配当金として海外移転しますし、それが国内での投資の拡大とか、日本での富の蓄積につながらない。いわゆる資本空洞化っていう言葉もあるんですが、そういうような状況が生まれてしまうんですね。悪循環になってしまう。さらには、日本の企業が長年続いてきた経験とかノウハウ、これも全て外国に流出してしまうという問題があるんです。 日本人は労働力のみを提供しながらですね企業による生産活動の成果がほとんど海外に持ち出されてしまうとそういうあり方は日本を事実上の経済的植民地に落とし込むことに等しいんじゃないかまあやっぱりその結果ですね日本の産業基盤を掘り崩してですね富の蓄積と分配が国内に薄いものになってしまうということですね国内の空洞化になってしまうということも 予想されるわけですでこういう問題意識なんですね。で、これを、この観点から質問を4つしてみました、それぞれにごとに、その答弁と合わせてお話をしたいと思います。まず、こういうふうに聞いてました。1、外国資本の手を借りて、日本経済を成長させてもですよ、労働対価支払い、つまり賃金ですね、以外の利益からですね、日本国民が阻害されればですよ。 豊かな生活の実現は遠ざかってしまう。やがては国民の生命、財産、国益を守り抜くことは困難になるのではないか。そもそも政府は日本経済の成長力を強化して地域経済の活性化を行うという目標においてですよ。国民所得の上昇とか産業基盤の強化とか社会福祉制度の充実をどのように図っていくのか、具体像を示してですね、外国資本による日本企業買収をその中でいかなる位置づけにおいているのかということを示されたいということを聞いていました。 政府からの答弁はですね。この青字のところにありますが、政府としてはお尋ねの国民所得の上昇、産業基盤の強化、社会福祉制度の充実を図るため、ここから大事なんです。海外から人、物、金、アイデアを積極的に呼び込むことで、我が国全体の投資を拡大させ、イノベーション力を高め、我が国のさらなる経済成長につなげていく。これなんです。政府のスタンスですね。その観点から引き続き対日と直接投資を促進していく。 つまり、外国に日本の企業を買わせることで、日本はこんなにいいことがあるんですよっていうのは、これが政府の立場なんですね。で、海外からの投資や人材を受け入れることはですよ、さらにですね、新たなアイデアやノウハウの導入を通じたイノベーションの発用につながると期待されるということなので、まあ、ご指摘のようにですね、えー、労働対価支払い以外の利益から日本国民が阻害されるとは考えていない、えー。そして、国民の生命、財産、国益を守り抜くことは困難になるとも考えていないと。 いうことなんです。だから全然立場が180度違ってるというふうに言っているんですね。まあ、あの、新たなアイデアやノウハウの導入といってもですね、外国が日本の企業を持つことになるんですね。ということはこれ外国のものになるんですよ。いいものが生まれてもですね。で、日本に残るのは、まあ、雇われた人に賃金が払われるだけということになってしまうわけなんですね。 そして次の質問をしていました。政府は外国資本による日本企業の経営参画を円滑に進めることが、どのように経済安全保障に貢献するのと考えるのか、国益との両立をどう図るのか、これも非常に重要な論点ですね。政府の答えです。例えば我が国の自立性の向上、技術等に関する我が国の優位性、不可欠性の確保等の観点からお尋ねの経済安全保障の確保に貢献しいるものであると考えている。 外国人の経営者が参画することはどうしてこうなるのかですね。これどうして自立性だとか技術の優位性につながるのか、何の説明にもなってない。むしろ逆じゃないかな、ということを平気で述べていますで。また安全保障上の懸念がある外国投資家による単日直接投資については、これ外為法のことが書いてあります。外為法でちゃんと審査してますよと。で、こんなの当たり前じゃないですか。 でそもそも外資を入れるという根っこのところでこれがですね、経済安全保障に心配はないんですかって聞いてるのに、外為法でチェックしてますよっていうのはですね、言ったってこれ何の答えにもならない。当たり前のことです。それで国益との両立を図っていく所存であると書いてあるんですが、これは全く答えになってないというか、論理的に、この我々の問題意識に向き合おうとする態度が全く見えませんですね。そして三つ目、今度はプライベートエクイティファンドのことなんです。経済産業省が作成した 対日 M&A 活用に関する事例集では、外資系 PE ファンド、これプライベートエキティファンドが日本企業を M&A をすることを推奨しているんですね。この PE ファンドっていうのは、機関投資家や個人投資家から集めた資金をですね、非上場企業に投資するんです。そして企業価値を高めるためにリストラしたり、資産売却をしたり、経営者派遣をなんかを行ってですね、その後買収した企業を売却して、そして出資者に利益を配当すると。これを目的とした投資組合を PE ってですね。で、この PE ファンドは、えー、出資者に配当できる利益を最大化することを目指している。ということからするとですよ、こういうような M&A を推奨しますと、この、まあ、買収された日本企業で働く労働者の多くが職を失ったりとかですね、その手当に国全体が追われていることになりながら、一方で企業そのものは転売の対象とされている転売益目的で転がされてしまう可能性が高いんですね。 で、この点について政府はどうのような予測をしているのかと、政府からの答弁です。日本企業においてご指摘の対日 M&A を受け入れたことにより、従業員数や売上の増加等の経営状況の改善を達成した多数の事例が存在すると考えられることから、これはあの、専門家に言わせれば一部の例外的事例だそうです、これはですね。多くの場合そうなってないようです。 そして政府はってご指摘のように極めて高いとは考えていない。極めて高いとは考えていないということは、ある程度高いと考えているってことはなんでしょうかね。いや、あの、まあ、転売して転がされているってことは極めて高いとは考えていない。でも、ある程度はあるということなのかなと思っちゃうぐらい、実はこれが普通なんです。転売駅を設けてですね。これ専門家の方のお話によりますと、P ファンドが盛んな欧米でも、大体こういう形で M&A とかやりますよね。 買収とかしますと売り抜けることによってだいたい成功事例って3分の1もないっていうんですね大体いいが失敗してるらしいんです、ね、そして企業がなくなってしまってですねそしてこの投資家が儲けるということで終わってしまっているという事例がほとんどなんですね、えー、要するにこの,、えー、この答弁に関してある専門家が言ってました経済産業省は PE のこと勉強してないんじゃないかと本質を知らないんじゃないかと転売目的でやってるんでしょと。 まあ、これは、あの方から聞いたんですが、ヨーロッパのビジネススクールでは、日本企業はしゃぶれる間にしゃぶり尽くせと教えてるらしいですよ。しゃぶられてるんですよ。それを、それをですよ。ぶられて、利益をバーンと転売で儲けて、そして我々の手元には残らない。これを政府が推奨していると。どういうことなのかなという感じですね。そして四つ目、最後です。対日 M&A 活用に関する事例集。この事例集ですね。この作成者に、 入っている人たちの問題なんです。つまり PE ファンドによる日本企業への M&A が増加することでビジネス上のメリットを得ることができる外資系 PE ファンドとか M&A に関わる助言を行うことが収入になる法律事務所であるとかですね、M&A の手数料を得ることができる M&A 仲介会社などがいるんですね。経済産業省は日本企業の利益に立つんじゃなくて、 日本企業買収で利益を上げようとする外国資本のための手引きを外国資本側の代理人たちが作成することを手助けしていることにならないかと、と皆さん思いますよね、こういう人たちが入ってたらですね。で、事例集の中立性、透明性の確保を図るために作成者の選定、えー、情報の信頼性を日本の国益や日本企業や労働者の立場とか、えー、利益に立って精査すべきだと、まあ、どういう措置を取ったんだという質問です。そしたらですね、経済産業省としてはですね、 日本企業や労働者の立場、利益等を勘案しながら、候補者の精査を行った上で、専門的知見を有する者を同研究会の構成員に任命する中で、事例集に法律や M&A の実務に関する専門的知見を取り入れ、事例集を国際的な調理を踏まえたものにするため、ご指摘の法律事務所及び M&A 仲介会社に所属する者を任命している、こういう理由でこういう人たちを任命したんだと。ご指摘は当たらないと。言うんですが、まあ、結局ですね、経済産業省は外国に言われたときやってるんじゃないかということになりますね、これ。 で自分たちで勉強しないで言われて、はい、そうですかと言って、皆さんがそういうんだったらそうやりましょうと言ってるに等しいんじゃないかと。まあ、結局ですね、この、こうやってね、利益相反問題が出るんです、こういう人たちいると。この人たちを儲けさせるために、お国がそういう場を作り、そして日本企業を見売りするんですよ。これを日本政府がやってるということに、根本的に日本政府のスタンスがおかしな方向を向いてるなということを強く感じさせる、そういう質問収集でした。 本来ですね、政府の経済、あるいは産業に対してやるべきことって何かというと、まず日本企業を育てることですよね。で、日本企業を育てて、そして私たち自身が富を生む力、日本が自分で富を生む力を作るということが最初ですよね。で、そのために政府がいろいろな援助をするということがあっていいと思うんですね。あの、私が昔、財政投融資っていうのがありましてね、今もあるんですが、 えー、だいぶこう三分の一ぐらい縮小されたんですが、かなりこの日本の産業を育成しようというところに国民のお金を回す仕組みっていうやってたんですね。いろんな批判を浴びたんですけども、でもそういうのは外国から見たらけしからんなんですよ。日本の力で日本が成長するのはけしからん我々の力でなんとかしてやるよ、日本を成長させてやるよというのが言いながら、うまく日本をたぶらかして、そしてお金をごっそり稼いで持っていくということに、この30年日本はどんどんやられてきた歴史なんですね。 これを転換させなければいけないっていうのが一つ大きな課題です。で、そうでないとですね、あの皆さんご記憶だと思いますが、これバブルみたいな話がありまして、土地を転がしてですね、転売をして、そして儲けて、さらに転がして転売をして儲けて、最後はボンとバブル崩壊してですね、みんな困っちゃったと。まあ、それと似たようなことがですね、この日本の企業の買収で起こっているというふうに考えたら、これなんとかストップしなきゃいけないですね、という話なんです。 我々はあくまで日本企業というのは日本の国民のために、そして日本の富を増やすために、それが国民に還元されるような国民経済の立場からですね、今、グローバルリズムの方に向かい目を向けている政府、あるいは与党のスタンスについて徹底的にこれを転換させるように論じを張っていきたいなというふうに思っております。ありがとうございました。自分たちで行う国づくり、賛成党、松田学でした。 が不安でも「希望の光は必ずある」「手と手をつないで明日へ」「里藻に歩幅合わせて進む」